県内初出店となるコストコがおととい南城市にオープンし、買い物客で大にぎわいとなりました。新たな雇用の創出や経済の活性化が期待される一方で、深刻な渋滞などに対する懸念の声も聞かれました。現在午前4時半過ぎです。深夜から大勢の客が列を作っているということで、3時間以上前倒ししてコストコオープンしました。午前4時半の開店と同時に、この日を心待ちにしていた買い物客が続々と入店。こちらの女性のお目当ては2メートルを超える巨大な熊のぬいぐるみです。重い入らない。ちなみに今日どちらからですか？うるま市から来ました。うるま市から、はい、これをお目当てに。はい、そうです。今日10時半ぐらいから並んでます。よかったですね、ゲットできて。よかったです、ゲットできました。フードコーナーではコストコ定番の焼きたてパンに加え、新鮮な肉や海の幸が手に入るとあり、多くの客でごった返していました。明日全都エイサーに行くために、はい、そのための買い物をしてきました。クーラーボックス、これ多分、あ、これも全都エイサーに持ち込んで楽しむ予定です。はい、はい、宴会楽しみます。大型商品の受け取り場所では、荷物が大きすぎて車への積み込みに悪戦苦闘している様子。こちらの男性が購入したのは、購入したのがライフタイムっていう物置ですね。ちょっと自分のちょっと誤算で、サイズ的には良かったと、ちょっと携帯も見ながらやったんですけど、ちょっと誤算でしたね。一旦お家に置いて、もう一周回ってくるって言ってて。沖縄での出店が長年の夢だったと話すケンテリオ日本支社長も、オープン初日のにぎわいに満足げな様子です。コストコ初出店に沖縄が沸く一方で、取材を進めると心配な点も見えてきました。それは周辺道路で発生した深刻な渋滞です。現在午前9時34分です。コストコから約5キロの地点にいますが、すでにかなりの渋滞が発生していて、なかなか車が進みません。沖縄のすべての車がコストコに集まっているかと思わせるほど、長い長い列が伸びています。青信号になっても車は全く進まず、コストコまでおよそ1キロの地点では、入店まで5時間待ちの看板が立てられるほど。この渋滞に頭を抱えるのが、女子ゴルフツアーの開幕戦も行われる琉球ゴルフクラブです。 いつも30分ぐらいでかかるところを2時間半かかりました。近道と思って普段通る道とは違った道を通ったんですけど、それでも渋滞してたんで、考えないといけないですね。はい、高速渋滞恐るべし。はい、大渋滞に巻き込まれプレーを断念する人のキャンセルも相次ぎ、ゴルフ場は大きな損失を被りました。もうすでに午前中だけで24組のキャンセルが出てまして、今日は土曜日ですので、売上的にはもう200万以上の損失と、でもこれが続くようだと、もう企業として営業に差し支えが出ますね。先行き非常に不安ですね。さらに近隣のガソリンスタンドは、あ、もう全然観光通りがないってます。ほぼ入ってこないんですね。落ち着くのか、そのまま続くのかでも、ちょっと変わってくるんじゃないかなと思います。コストコが南城市を出店地に選んだ大きな理由の一つは、新たに南部東道路が整備されることによる、那覇など都心からのアクセスの良さです。
しかし肝心の那覇空港自動車道との連結は2020年代後半とされていて、現時点で開通時期は未定です。ちょっと渋滞があって、もう学校にも行きづらくなりそうだし、多分南城市が発展するっていうのは、まあ、そのいいことだと思うんですけど、もうちょっと道を2車線とか大きくしてからの方が良かったのかなって。コストコは沖縄の最低賃金を大きく上回る時給1500円以上で300人以上を雇用し、そのうちの8割以上が県内の人材です。地域に新たな雇用を生み出し、経済活性化が見込まれるなど、コストコの沖縄への進出は県経済に大きなインパクトを与えています。その一方で、交通網の整備、そして地元との共存は今後大きな課題となりそうです。いや、予想以上の大にぎわいでしたね。そうですね、お目当てのものが買えた方は嬉しそうでしたね、はい、ただ今日もバスが1時間遅れになるなど影響が出たようです。南城市は今日午前、公式の SNS で大規模な渋滞が発生しているため、南城市内への訪問を予定している人は訪問日の見直しを検討するよう呼びかける異例の事態となっています。コストコによりますと、営業時間は午前10時から午後8時までで、すぐに在庫が尽きることはないので、落ち着いて来店してほしいと呼びかけています。